はよう。シュウさん、おはよう。ご飯食べてんの？晩ご飯じゃない、朝ご飯だね。朝ご飯、あ、ヨーグルト食べてんの？何食べてんの？ヨーグルト？それ何？団子。そうだね。上手に食べれるようになったね。お水ね。自分で開けれるのそれ。あれ？あれ？開けようか。口で開けようか。あ、できた。できたね。すごいね。しばらく見てないのによく覚え出したね、そんな。思ったよ。うん、ブキブキどうなったんだろうね。まだやってんのかな。うん、ね。鳥が鳴いてんね。泣いてるよね、鳥がね。鳥が、うんうん、泣いてる。泣いてるね、鳥が。すごいね。すごいよね、すごいいっぱい鳥いるよね。いっぱいいる。うん。パンは。うん。美味しい、また。ゴーリラ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 。左手もグーで、ゴリラ、ゴリラ、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう？よし、ちょっと行くよ、いいよ。何作ろう？右手はパーで、左手もパーで、ちょーちょー。ちょうちょカニさん行く？よし、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう、右手はチョキで、左手もチョキで、カニさん、カニさん、にゃーにゃーに行くよ。にゃーにゃー、ニャニャってどうやってやるの？いやー、オッケー。グーチョキパーで持っていくの？そのニャニャニャも。できるんだっけ？あれ？あれ？うん。できるんだっけ？できるんだっけ？うん。できた。あ、できた。すごいね。おいしい？おいしい。また。
エビかミックスで笑っちゃう。エビかミックス。甲殻類ね。甲殻類ってね、節足動物の中でもね、硬い殻がある。甲殻類って言うんだよね。カニ？エビ？カニ？エビ？エビ？上手にできるなかね。エビカニミックスで踊っちゃおエブラディ。エビカニミックスでエビカニ。パパすごい。あ、上手、ありがとう。点数で踊っちゃお。へい。上手、ありがとう。上手だね。上手でしょ。うん。毎日見てるからね。初めてだね。初めてか。そっか。初めてだよ。そっか。リンゴ石？リンゴ。アルゼンチンかな。これはタリハかな。ボリビア国産リンゴかな。アルゼンチンリンゴかな。うん、すすらないんだよ。ヨーグルトをシュッてやるとダメなの。すすっていうのはうどんだけだからね。ズズズズっていう音ね、ボリビア人嫌いなのよ。そう、その音嫌いみたいよ。お父さんもいつもね、それでね失敗してるんだけど、ボリビアではダメらしいよそれ。うん、やんないね。そーっと、そうそう。これ？うん、うん、それが、うん。そういうふうなもんだよ。そう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 。全然ダメじゃん。まあ60点。あ、上手。上手に飲めるじゃん。そう、吸って食べるらしいよ、ヨーグルトは。なんかね。あ、そうそう、上品なんだよ、それが。それが上品な飲み方みたいよ。うん。やばい。そうそうそう、じゃなくて。そうそう。あ、物あった、物分かりがいいね。察しがいいね、あなた。そう、じゃなくて。そう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 。うん。上手。できんだ。あ、ずるずる言わない。ね、難しいよね。父親もね、いつも音立ててね、注意されるんだよ。美味しいよね。美味しいからいいか。うん。ね。よくないよ。食べた？もうちょっとリンゴ食べて。リンゴとパンもうちょっと食べて。パンも食べて。あー。美味しい？食べていいですね。あ、こぼれた。あー。まあしょうがない。手拭いて。山山。うん。カラプル。うん。あ、しょうがないよ。あ、でもそうやって、あ、そうね、そうね。じゃあ、はい、オッケー。あ、思った以上にこぼれてるんだ。いいよ。大丈夫。気にすることもでした。このね。うん、いいよ。
ママのとこ行く？これ終わったの？もったごちそうさま？もうちょっとリンゴ食べてよ。そういうのもでも大体食べてていいな。おいしそう。美味しかった？ごち？あ？ごちそうさまでした？ごちそうさまでした。もうちょっとパン食べたら？いや。よ？おいしい。おいしい。赤ちゃん。うん、赤ちゃんどうぞ。パク。うん、そうでしょ？言ったじゃん。うん。痛いでしょ。もういい？おしまい？おいで。しまい。よし。バイバイ。バイバイ。パパ。パパ。じゃあさ、プシュ。